放送席ヒーローインタビューです。若きクリーンナップ3人の方にお越しいただきました。岡林勇輝選手、石川昂弥選手、そして細川成也選手です。まずは3番岡林選手からお話をお伺いします。はい、自身2度目の3番での今日はスタメンということになりました。どんな気持ちで今日は試合に臨んだんでしょうか。いやもう、打順は関係なく、自分ができることを、やろうと、思って打席に立ちました。その中で第1打席いきなりランナーを置いてという打席でした。どんなことを考えて打席に入ったんでしょうか。追い込まれたんで、なんとか、必死につなごうと思って、それがいい結果につながったので、よかったです。体勢を崩されながらのスリーベースヒット、先制タイムリーになりました。三塁塁上でどんな思いだったんでしょうか。先に点取れたんで、それはすごく嬉しかったですし、後の高谷が返してくれると思ったので、はい、よかったです。同期の石川さんが後ろにいる、どんな思いで今日は試合を戦っていたんでしょうか。僕が打てなくても、高谷が返してくれると思ったので、少し気が楽でしたけど、何度か結果が出てよかったです。岡林さん、今日は3安打猛打賞です。来週に向けてまた乗ってくれるんじゃないですか。今日は3安打猛打賞です。この後のゲームに向けてもさらに乗っていけるんじゃないでしょうか。そうですね、ここから上げて、何とか、勝ちを、自分の力で、みんなの力ですけど、勝てるように、頑張りたいなと思います。まずは岡林選手でした。さあ続いては後ろにいると心強いと岡林選手に言われました石川選手です。まずは今シーズン最初のお立ち台ということになりました。お帰りなさい。ただいまです。復帰して3試合連続4番で使われています。今その4番に入っている思い、まず聞かせてください。復帰していきなり4番打たせてもらってるんで、しっかり打点や長打が打てるようにという思いで試合に出続けてます。その中で2回には今シーズン初打点が生まれました。タイムリー内安打、振り返ってください。どん詰まりのしょぼい当たりだったんで、次は、しっかり打って打点上げれるように頑張りたいと思います。ただあの必死の走りが1得点を生み出したと思います。そのあたりはいかがだったでしょうか。足は遅いんで、遅いなりに全力で走りました。ただその後ヒットもあって今シーズン初打点、そして今シーズン初めてのマルチヒットということになりました。復活と考えていいでしょうか。まだホームラン打ててないんで、ホームラン打ってからですね。ファンの皆さんもそのホームランを待ち望んでいると思います。そのあたりはどんな風にファンの皆さんに答えますか。もう早く1本ホームラン打てるように、はい、頑張りたいと思います。石川選手にはこの後最後を締めていただきます。そして今日5番に入りました細川成也選手です。このバンテリンドームでのお立ち台は初めてかと思います。
まずドラゴンズファンの皆さんにご挨拶をお願いします。はじめまして、横浜から来ました細川誠也です。よろしくお願いします。このドラゴンズファンからの大変大きな歓声受けて今いかがですか？そうですね、試合中も、すごい声援くださるのですごい力になっています。今日は6点目となる5回の打席でした。岡林さん、石川さんが打った後2人ランナーを置いてという打席でした。どんなことを考えていましたか？そうですね、前の2人がしっかり出て打ってつないでくれたのでしっかり僕もチャンスで、必死に食らいついて、打てるように打席に入りました。結果的にはこの6点目が非常に大きな1点ということになりました。その後ツーベースもあって今日もマルチヒット、このあたり振り返っていかがでしょうか？そうですね、毎日、ヒット出ているので、明日以降もしっかり、打ってチームに貢献できるように頑張りたいと思います。今週は5試合でしたが全てのゲームでヒットを放っています。好調ですね。そうですね、まあ、ここでホームランも出てくれれば自分らしいバッティングになってくると思うので、まあ、早くホームラン、見せれるように頑張りたいと思います。ジャイアンツを相手に今シーズン初めてチームとしてはカードを勝ち越しになりました。来週以降乗っていけそうですね。そうですね、まあ、来週の試合も、全勝できるように頑張りたいと思います。それでは最後石川選手に締めていただきたいと思います。来週は昨年の優勝チームスワローズ、そして好調のタイガースと5連戦ということになります。皆さんでどんな風に戦っていきたいか最後締めていただきたいと思います。来週は5戦すべて勝てるように、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローインタビュー、岡林勇希選手、石川昂弥選手、そして細川誠也選手でした。放送席どうぞ。では勝ちました立浪監督です。最後厳しい場面もありましたが踏ん張って勝利ものにしましたね。まあ、今日の試合、まあね、得点もできたんですけどもいろんなミスもあったりね、反省するべき点もたくさんあった試合で、まあ、ただ最後勝ち切れたっていうのはね、これは非常に大きかったかなと思います。巨人を相手にバンテリンでしっかり2勝1敗、このあたりいかがでしょうか？まあ、今年、まあ、数少ないまだ試合ですけども初めての勝ち越しですから、まだまだ、ね、若い選手たくさん出てますし、もっともっと積極性を出しながら、ミスの少ないというか隙のない、ね、野球がちょっとでも日々向上していけるようにやっていきたいなと思ってます。今日打つ方は打線が非常につながりましたね、序盤から。そうですね、序盤は良かったんですけども、まあ、よく言えば7回点が入らなかった時にちょっとねやっぱ嫌な予感はしたんですけども、まあ、清水がねなんとかしのいだんですけどもね、まあ、昨年投げてるピッチャーですし、もっともっとやっぱり攻める気持ちを持って、まあ、次回からやってもらいたいなと思います。2番アキーノというところは狙いはどうだったんでしょうか？まあ、アキーノもまだまだ使っていかないとね、試合の中で今一生懸命こうフォームを変えながら、あと日本のピッチャーになれる、また配球も、ね、そういう勉強していくというところでは、まあ、三振が多いので、まあ、今日あえて2番にしたんですけども、4番石川昂弥選手、この3試合というのはどういうふうにご覧になりましたか？まあ、体の状態は問題なくできていると思いますし、まだまだ守備もバッティングも、まあ、上がってくる選手だと思いますしね、まあ、日々彼もまだそんなに一軍での試合ってほとんど去年が、まあ、途中まで初めてですから、まあ、向上心持ってやってもらえばいいかなと思ってます。わかりました、ありがとうございます。